かがだったでしょうか。こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。今日はなかなかすごいです。本日のお通し行ってみましょう。こちらです。コーリアン系の天板マジックを汚れに見立てて実験してみた。リフォーム前は綺麗にサンキューまる子ちゃんよりいただきました。今日は天板です。蛇腹じゃありませんよ。とんでもなく大好きだったこのキッチン、あと10年ぐらいは使うつもりでしたが、それをリフォームした話はここでは置いといて、私もみぼりんと同じく最後は丁寧に掃除してサンキューシールを貼って書いてみたり、感謝の気持ちいっぱいです。いいですね。やっぱり山さん的にはですね、リフォームもうそのままするからいいよっていう声もあるんですけど、やっぱりこう来た時よりも美しすじゃないですけど、外す人にとっても綺麗なキッチンだとね、なんかやっぱこの人違うなって思っちゃうんですよ。そういう面で言うと、綺麗にしていると職人も新しいキッチン交換するときなんか気持ちいいんですよね。あれ奥さんこんなに綺麗して外すのになんて言いながら心の中で、いやこの人すごく大切に扱わないといけないなって、それぐらい思うこの綺麗なキッチン、リフォーム当日の朝の状態、まる子ちゃん素晴らしいですね。で、ここすごいんですよ。サンキューシール、面白い。これちょっとリフォペガで流行らしたいな。皆さんこれサンキューかなんかね、何でも紙でも何でもいいから貼ったらいいかもしれませんね。ありがとう、こんな感じで。で、そうなってくると、やはり、ものに、まあ、山さん的にはですよ、気持ちってこう乗り移っていくっていう考えなので、テニスも何でも道具ってやっぱ大切にするんですけれど、こういったリフォームする前になんかこういうふうに思い出作りなんかも言いませんね。こういった壁もきれいに拭いてあげて、メニーサンクス、フロームマルコということで、メニーメニーありがとう、もうアーティストのような気持ちでこう書かれたんではないでしょうか。で、リフォームだからトレーシアちゃんが新しく家にやってきました。トレーシアちゃんも大切に使いますわよ、もちろんです。さて、この天板のメンテナンスカウンターどこまで成功するのか実験です。まる子ちゃんすごい、これリホペガ実験ですね。油性マジックで書いた文字本当に消えるの、念のためコンロ横の目立たないところでやりました。そうですよね。もしもの時大変ですもんね。ありがとうございます。本日の実験。コーリアン系天板に油性マジックの汚れに見立てて消えるのか。これで書いてくるくるこすります。これ、キクロン、メラミン、歌マロ、スポンジ、布、くるくるくる、こんな感じなんですね。まずは、1番、1、2、3、4、5の5番目から。まあ、普段のお手入れって、こう、日々のお手入れ、山さんもそうですけど、布、水、こういった形でカウンター、綺麗に片付いた後に拭き上げる。これですよね。で、ちょっとこう、1週間に1遍ぐらい、こう、油汚れなんかがあるということで、カウンターの方を歌マロ、この洗剤使って、スポンジで、こういった形でお手入れする。で、やっぱりちょっとね、汚れがちょっと取れにくいな、洗剤ではっていった時は、メラミンスポンジ、こちらの方、プラス水をつけて、くる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 。いやー、でもそれでも取れないでしょ、油性マジックだった場合。じゃあどうするの？染みついた汚れ。じゃあ最終、キクロンプラス水、これで、このマイネームの油性マジック、落ちるのか。さらには、それでも落ちなかった時のために、キクロンプラスクリームクレンザー。キクロンはこのね、茶色の硬い方をやりますからね。こちら、タカラのお手入れ。こちらの方のガイドの通り、アクリル人造ダル式、いわゆるコーリアン系で対応していただきました。こちら、マルコちゃんのカウンター、コーリアン系でよかった。撫でるようにくるくる、これでくるくるにこすりますということで動画を送っていただいたんですが、まあ皆さん見ていきましょう。こんな感じでくるくるくる。結果発表どうなんでしょうか。落ちてください。左側汚れが残ってると困る。1分間こう約ですね、くる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 こんな感じでやると、それぞれここまで消えました。水でも落ちるのかな、こんな感じ。ちょっと見えないですね、上に残ってますね。水、布、この5番目から見ていきます。まずは、まあ普通に布巾で水で
こういった日々のお手入れの場合はやっぱり油性マジックではそれは落ちないですよね。でその次油性のマジックが洗剤で落ちるかっていうと歌麿でもやっぱり落ちない、ちょっと若干薄いですか。じゃあ何でも汚れたらメラミンスポンジ、これでちょっと薄く削りましょう。あ、なんか薄くなりましたし、もうほぼ取れたのかなというまではいかないにしても、まあ、十分普段の油汚れ、染み込み汚れ、これで十分いけますね。でそれでも取れない場合はやっぱりキプロン、すごいキプロン、水取れない、汚れない、さすが宝のキッチン、引き出しの中にキクロンが入ってる意味分かりました。そうなんです、キクロン使ってくださいね。でキクロンプラスクリームクレンザー、これ最強です。もう力かなり、軽くでも汚れが落ちるクリームクレンザージフ、こちらキクロンで十分綺麗に油性でも取れました、見ました、ナンバー2ですね。でまずこの評価をまるこちゃんが、してくれました。まあ下からいきましょうか。布プラス水、戦力外通告、戦力外ですって。ということで油性マジックにはまあ無理ですね。そして歌麿プラススポンジ、無力でした私。ということで歌麿、スポンジ無力です。3つ目メラミンプラス水、残念、うっすら残ります。時間かけたら消えるかな、でもあのね大変だし、時間かけてもこの、ね、筋肉痛でずっとやっててもしょうがないですよね。そしてキクロンプラス水、こちら1番のクリームクレンザーよりはこの少し時間かかるかもしれませんが、十分クリームクレンザーなしでもキクロンだけで OK です。で最後キクロンプラスクリームクレンザー、このダブルもうバッチリ綺麗、マステの柄まで消えちゃった、すごい。次回はこちらシンク気になれませんか。カウンターよりも私シンクの方が気になるんです。でね、これ前もってちょっと予告なんですけれども、この油性マジックでタカラのホームページ、これシャワーかけてシューってあるじゃないですか、これに挑戦するんで、ぜひ先にこの動画見といておいてください。そしてまるこちゃんがどうなったのか発表したいと思います。ちなみにシンク底面と側面でお手入れ違いますから、これも解説したいと思います。リホペガの実験はまだまだ続く。どうなんだろうこれ。見えぬ？落ちたのかな？本日のまとめいきましょう。一つ目、リフォーム前に綺麗にしておくとやっぱり気持ちいいということで、これおすすめです。二つ目、普段のお手入れとこの染み込んだり週に一回の汚れ、これ取扱説明に書いてるんで、ぜひあなたも宝に限らず参考にしてみてくださいね。三つ目、キクロンはね落ちるんですよ。なのでこの硬いスコッチブライトかキクロン、これ推奨してるのはこの裏面がこの研磨剤スポンジって書いてある、やっぱりこう削れるっていう形ですね。で削るとねやっぱ表面ちょっと若干違うかな、まあ使ってるうちに馴染んでくるっていう形、こちらの方普段毎日やる必要ないんですが、染み込んだ時、普段のお手入れではなく染み込んだ時、こちらの方がコーリアン系はすごい。なぜなら金太郎飴のように均質無硬質だからなんですね。最後、次回はシンクのお手入れ、その前にタカラのシンクの動画、あなたはチェックしていますか？ LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひこちらリホペガ友の会の方にコメントスタンプくださいね。コメントスタンプもらえるとヤマさんの方で登録したか実はわからないという形になりますんで、いただければヤマさんからもコメント、もしくはスタンプお返ししております。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。いきましょう、せーの、必ずできる、いってらっしゃい。落ちるのかな、シンプル。